皆さんこんにちは、ファーウェイジャパンでございます。今年も引き続き弊社が多くのプロダクトをショーネットに投入しており、あえて違うところ申し上げますと、今回は脱炭素を意識した製品とソリューションの展開となります。中でいくつかご紹介させていただきたいと思いますが、まず今年 L2L3 初試みの光伝送装置の取り込みについてお話ししたいと思います。坂田さん、どうぞよろしくお願いします。先ほどご紹介のあった通り、今年のショーネットでは L2L3 のネットワークを光伝送網によって接続する初の試みがなされています。こちらのラックに実装されているルーターからのトラフィックを 800G の波長にまとめて、こちらの光伝送装置に接続しています。それではこれからこちらのエンドツーエンドオプティカルネットワークを実現する OPTICS OSN9800M05 のご紹介をします。こちらのシャーシですが、ご有サイズというコンパクトなシャーシでありながら、2ホールのローダムボードを実装できる装置となっています。さらに制御ボード、電源系、監視インターフェース、すべてに冗長性を持っており、高い信頼性を実現している装置となっています。こちらに実装しています OH20 というローダムのボードですが、このソリューションは大容量かつ多機能小スペースを実現しています。この一つのボードの中に1ホールにつき20のアドドロップを実現する WSS 送信受信双方向の光アンプ、濃度間の光干渉を実現する OSC チャンネル、さらにサービスチャンネルと監視チャンネルを合波分波するファイバーインターフェースユニット、このすべての機能がこの一つのボードに実装されています。またボードへの収容効率を上げつつ、大容量かつ柔軟なネットワーク構成を実現できます。こちらのボード2枚実装しているこの1つのシャーシで、各ラインホールにつき最大 48TB のトラフィックを実装可能です。さらにこちらのアドドロップポートに関しては最大で 30.4TBps を収容可能となっています。またこちらの OH20 に実装している WSS ボードは拡張 C バンド、さらにスーパーシンバードにも対応しており、柔軟な波長グルーミングを提供いたします。今回のショーネットで使用されているこちらの装置の構成で、弊社今までのソリューションとの比較でスペースにおいては 77% の減少、消費電力に関しては 52% 減少するという大容量伝送を実現しつつ、省電力小スペースを提供いたします。このようなブレード OXC ソリューションを使用することによって、これまで L2L3 トラフィックはルータースイッチのみで構成されていたところから、エンドツーエンドオプティカルネットワークの伝送を活用し、ネットワーク全体でさらなる省電力化、小スペース化を実現し、これからのカーボンニュートラル時代に向けてグリーンネットワークを提供いたします。今回こちらにショーネットに実装しているネットワークに関しては、弊社の 800G の波長と含めて他社ベンダーさんの 800G、400G、200G 複数の帯域幅に、さらに複数のベンダーを相互接続することによって非常に安定した光伝送を実現しています。ショーネットにおける L2、L3 製品と光伝送装品の初のコラボレーションネットワーク、ぜひサイトにてご確認ください。はい、高惑星低帯層インテリジェントキャンバスソリューション紹介いたします。ファーウェイジャパンのリュウです。よろしくお願いします。キャンバスは私たちの仕事、生活、勉強のため重要なところであり、実際は世界の消費エネルギーの約 30% 以上を示されております。キャンバスは
省エネと炭素の排除削減のために重要なところとなります。業界の中でも環境に配慮したグリーンで低炭素なキャンバスネットワークを構築する方法を積極的に模索されております。ファーウェイは低炭素インテリジェントキャンバスネットワークソリューションを発表しました。このソリューションは革新的なシンプルなアーキテクチャを活用することでネットワークの快速化を実現し、キャンバスネットワークの設計と構築を容易に、日時の ONM を効率を向上しております。ソリューションでは3つの商品を含まれております。1つ目はセントラルスイッチとなります。2つ目はリモートユニットとなります。その3つ目はファーウェイ初の光電気ハイブリッドケーブルおよび長距離 PUE 技術となります。それぞれの商品についてユニークな利点について説明いたします。まずセントラルスイッチについて説明いたします。革新的なシンプルなアーキテクチャにより、セントラルスイッチはリモートユニットを通じてオンデマンドのポートを拡張することができます。一つのセントラルスイッチは最大384台の有線端末のアクセスは可能となり、ワンスイッチ、ワンネットワーク、ネットワーク全体の端末をワンストップでアクセスすることはできるようになりました。セントラルスイッチは今回新規発表されたの光電気セントラルスイッチ以外でも、発売中のファーウェイの L3 スイッチもソフトウェアのバージョンアップによりリモートユニットとの接続するは可能となります。2つ目はリモートユニットです。リモートユニットスイッチはセントラルスイッチのモジュールとして動いているため、個別の管理は必要ありません。9種類のリモートユニットはネットワーク環境に合わせて選べられます。自然放熱調整用のファンレス設計となり、さらにエネルギーの効率高いのチップを採用することにより、ワンポートあたり消費電力は1ワット以下に抑えられることができました。この数値は業界平均の約 30% 以上の省エネを実現しております。3つ目は光電気ハイブリッドケーブルおよび光電気 PUE 技術です。ファーウェイ独自の光電気ハイブリッドケーブルは最大 300m の 90W PUE プラプラの給電を実現できております。通常の 15W の PUE 給電は 1000m 以上の長距離の転送を可能です。さらに PUE 充電もらっているリモートユニットは下に接続されている端末やPUE 給電も可能となり、ディスクトップ上に接続されている端末はローカルに電源の考慮も必要ありません。さらに光電気ハイブリッドケーブルは光ファイバーは内蔵されることにより超高速の転送を実現できておりまして、今後10年間のネットワーク進化にニーズを満足できます。次はファーウェイの新しいクラウドエンジン S5731H シリーズの光電気ハイブリッドスイッチを紹介させていただきます。はい、こちらの製品となります。こちら製品は、全て光ポートとなりまして、オール光ポートスイッチとなります。もちろん通常の光スイッチとして使えるので、さらにこのダウンリンクポートの方は、光電気モジュールも対応しております。先ほど紹介したのリモートユニットスイッチに長距離供電することは、可能となります。このスイッチは44個の1ギアダウンリンクポートと4つの10ギアの、ダウンリンクポートを揃えまして、アップリンクの方は4つの10ギアのポートは、あります。
さらに冗長電源、冗長ファンも対応しておりまして、一つの拡張ポートは、後ろに揃えております。拡張ポートの方は2つの40ギアポート、また2つの25ギアポートを、対応することは可能です。スイッチのソフトウェア機能は SVF、VXLAN とか MPLS など、普通のすべての L3 機能を対応しております。はい、次はこちらリモートユニットの方を紹介いたします。こちらリモートユニットは、PoE9 で対応しておりまして、アップリンクの方は直接ハイブリード、セントラルスイッチより給電いただきまして、さらにこの8つのポットは、AP とか他の PoE 給電装置に給電することはできます。はい、こちらはファーウェイのハイブリードケーブルとなります。このケーブルは通常の LAN ケーブルの PoE 給電機能と光ファイバーの高速対低速機能を内蔵されておりまして、このケーブルをハイブリッドケーブル対応モジュールに挿しておりまして、さらにハイブリッドを対応する AP の方のポートに挿していただけば、約300メートル離れた場所でも AP の給電できます。こちらの AP はファーウェイの最新型の AP となりまして、ハイブリッド給電対応し、ファーウェイ新しいのダイナミックアンテナの機能も内蔵されております。一つの AP は高密度モードと全方向モードで自動で交換できまして、 AP に接続しているユーザーの密度に合わせて自動でモードを変更できます。今年はファーウェイは2つのストレージをショーレートに提供しています。まずオールフラッシュストレージのオーションストドラド V6 を紹介します。オーションストドラド V6 はエーバーファスト最高レベルのパフォーマンスと最低レテンシー、エーバーソリッド業界トップの可用性で、ハキコントローラーのうち7機故障してもサービス維持できる能力、インテリジェント、クラウド連携、AI チップ搭載による最適化、10年間長期運用サポートなど特徴を持っているオールフラッシュストレージ製品です。今回はオーションストドラド V6 はショーレートの仮想化基盤ストレージとして運用しています。続いてファーウェイの専用バックアップストレージ製品オーションプロテクトを紹介します。これは大規模な企業、特に金融業、製造業などのお客様のミッションクリティカル業務向けに開発された次世代スマートバックアップストレージです。現在、デジタル化時代でデータは最も重要な生産要素の一つになって、データの急増に伴い、企業のバックアップに新たな課題が生じています。どういう課題ですか？1、毎日バックアップするデータ量が増加して、最初設計した時間帯でバックアップジョブが完了できなくなって、より高速なバックアップシステムが必要です。2、このような大量なデータは年間 30% ベースで増えていますが、バックアップに対する年間投資予算は 10% 未満です。このため限られたバックアップスペースにより多くのデータを保存できる低コストのバックアップソリューションが必要になります。3、バックアップされたデータは失うことは絶対許さないし、 IT システムが故障した場合、バックアップデータを利用して迅速に復旧することが求められています。4、近年ランサムウェア攻撃に被害された企業が増えており、お客様のデータ保護の最後の防衛線であるバックアップストレージは万全なランサムウェア対策が備える必要があります。これらの課題に対してファーウェイの答えは、
オーションプロテクトシリーズ専用バックアップストレージです。オーションストープロテクトは高速バックアップリストア、究極なデータ削減率、省電力、万全なランサムウェア対策を持っている次世代のバックアップストレージです。まず高速バックアップリストアについて、バックアップ速度は最大1時間 155TB で業界の3倍、リストア速度は最大1時間 172TB、 1TB のデータのリストア時間はわずか20秒で業界の5倍です。次、究極なデータ削減率について、自社開発した重複排除圧縮アルゴリズムを採用して他社用に 20% のデータ削減を実現し、最大72対1の削減率を達成しています。最後に、自社開発した AI アルゴリズムを採用してランサムウェアソフトウェアを自動的に識別できて、角度は業界最高峰の 99.9% を実現できています。今回はオーションプロテクトは省レートのデータバックアップストレージとして運用しています。以上、ファーウェイのオールフラッシュストレージ、オーションストドラド V6 と専用バックアップストレージオーションプロテクトの紹介でした。ご清聴ありがとうございました。はい、それでは最後に紹介しますのがこちらの、日本の災害対策、あとエッジコンピューティングとして、今回グローバルで初めての、コンセプトとして展示させていただくアイサイトパワーといった製品の、紹介をさせていただきます。こちらの製品、センサー、あとはモニタリングカメラ、あとは IT 機器ですね、そういったものに持続的に、給電をして安定的な電気を供給するといったもののための、ファシリティの製品がこちらのアイサイトパワーというものになります。アイサイトパワーというものは、基本的にこの電気がない、あとは、ネットワーク網がないといったところでも使えるように、こちらの太陽光発電装置、あとこちらの UPS、 そしてバッテリーですね、リチウムバッテリーですね、 と、こういった一般的な昆虫だったり、ポールといったところに、使って、こういったモジュールの製品を組み合わせていくことで、自律的に給電を行える、そういった、いわば統合型の、電源ファシリティ製品、それがアイサイトパワーというものになります。はい、で、特徴といたしまして、まずこちらの UPS ですね、こちらは、100V 出力の時に、1000W 出力が可能です。で、こちらのものバッテリーですね、こちらの、なんとこちらのこのサイズで、実はリン酸鉄でリチウムバッテリーでございます。です、容量が50アンペアワーと、非常にこのサイズに対して非常に高密度なバッテリーでございます。で、こちらの電源モジュールですね、何が特徴かと言いますと、こちら自然空冷でファンがない、ファンレスの仕様になります。つまり、こちらのもの完全に密閉型の製品でございまして、IP65 の規格に対応している、なおかつ完全に密閉型にもかかわらず、温度としてはマイナス40度から、50度ですねっていったところで使うことができます。はい、あとは標準で、こちら耐煙、塩害対策の塗装がされているものですので、一般的な日本というのは高温多湿な非常に厳しい環境の、国でございますけれども、そういったところでも一度こちらを設置してから、10年以上は少なくともメンテナンスフリーで使えるといったところで非常に信頼性の高い電源モジュールでございます。あとこちらの太陽光パネルですね、30ワットのパネルもあれば、400ワットですねのパネルもございまして、我々のパネルというのは実はこのパネル1枚1枚に DC オプティマイザーがついているモデルもございまして、その場合ですともうこのパネルから伸びたものを直接この、電源装置にですね直結してやることで、一番シンプルな形で運用することができると
いった、特徴もございます。はい、ではこういった製品じゃあどこで使うのかと。で冒頭に申し上げました1つ目が、災害対策ですね。日本の災害非常に多いところです。こちらの製品例えば、日本の、山間での土砂崩れだったりあとは、乾燥自然乾燥による山火事あと、河川の氾濫ですね、そういったところですと、あらかじめ、センサーであったりモニタリングカメラあと、水位センサーであったり、そういったものをつって、その発生しそうな場所に事前に置いておいて普段からモニタリングをしていることで、事前の予知だったりあと万が一発生した時にも、早期発見ができるようになります。ただ実際そういった環境があるところっていうのはだいたい人の立ち入れなくて、なおかつ 電力がない電力網がないそしてファイバー、ネットワーク網がないといったところで、起こるというのが非常に多いケースでございます。そういったところで使えるのはこちらのアイサイトパワーというものになります。はい、そういったところであればこの自立型で給電して、電気のないところファイバーのないところでも、持続的に電気を供給することができるといったことで、災害対策に貢献できるのではないかというふうに考えております。でもう一つが、エッジコンピューティングであったり、ローカル 5G に、ファシリティとして、活用するという方法でございます。そういった場所ですと、なるべく屋外で、全ての無線機器だったりあと伝送装置あと IT 機器ですね、そういったものをなるべく屋外化してでコンパクトに収めたいという、需要がございます。そういったところですとこちらの電源そしてこちらの太陽光パネルを使うと、カーボンニュートラルとしてなるべく少しでも多くの電力を使わずに減らしたい。そしてなおかつメンテナンスフリーの製品です。ですので、一度入れてからのそのメンテナンスの費用だったり、要はオペックスの削減だったりっていうのが、可能になります。はい、最後にですね、我々ショーネットの方にも、こちらのアイサイトパワーの方を、展示させていただいて、今まさにショーネットで使っている、IT 機器ですね、こういったものを今ちょっと構築中なのでちょっとテーブルの上に乗っている状態ではございますけれども、こういったものをこちらのような完全屋外型の、キャビネットの方にですね入れて、そして、こちらのアイサイトパワーの方から給電をしてやるといった形で、コントリビューションの方をさせていただいております。なので、完成形態の方はぜひ会場にお越しになっていただいて、ぜひ見ていただければというふうに思います。はい、ではこちらの方で説明の方を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆さんいかがでしょうか。弊社の展示ブースはショーネットの近く向かいに側にございます。より多くより細かいことについてはご興味を持たれた方はぜひ立ち寄ってください。お待ちしております。